2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書で、ついに、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の最新画像が発表されたとの情報をキャッチしました。今回は、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型を詳しく見いきますね。和製トマホークイア巡航ミサイル、サムライですかね。イージス艦への装備も決まっていますし、なんといっても、島嶼防衛に威力を発揮してくれる三菱が本気で開発しています。自衛隊の不祥事が続いていますが、私からもお詫び申し上げます。2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書、防衛省自衛隊のホームページ上に公開。今回、同白書の表紙には、焼けた刀身を叩くイラストが用いられており、その刀鍛冶に、日本の防衛のあり方を例えた形だ。すなわち、それは、刀を抑止力と見立て、防衛省と自衛隊は、その刀を抜く状況に至らないようにと、これまでも、刀の鍛錬を行ってきたと述べられており、いざという場合に備えてきたという気構えを示したもののようだ。ちょうど、今年令和6年2024年は、1954年7月に自衛隊が創設されてから70周年を迎えると同時に、防衛白書も、1970年の書簡の発行から、50周年という区切りを同時に迎えたため、冒頭には、その歴史を振り返る内容が盛り込まれている。また、今回の令和6年2024年版防衛白書の刊行にあたっては、現木原防衛省が、太平洋戦争以後、最も厳しい安全保障環境下に日本が置かれている現状を、中国、北朝鮮、ロシアの3つの具体的な国名を挙げ指摘している。ここで、現木原防衛省は、こうした現状の日本の安全保障環境を踏まえて、それに対処すべく、安保関連の3文書、つまり、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画に基づく防衛体制の強化を表明している。そこでは、防衛体制の強化について、スタンドオフ防衛や統合ミサイル防衛の能力の強化を優先して実施すると述べられており、これらに注力することで、日本の防衛力の抜本的な強化を着実に実現させることを訴えている。具体例としては、スタンドオフ防衛に関しては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の名を挙げて、これらの取得を前倒しで実施すると記述されている。また、統合ミサイル防衛に関しては、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアを代替するイージスシステム搭載艦の建造を急ぐ旨を謳っており、加えてそれらに使用する弾薬類の備蓄、防衛施設の強靭化を進めるとしている。さらに、対外的には、日本の唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカはもちろん、それに準じる戦略的利益を共有する国々との連携強化を図るとしており、インド太平洋地域における、その安定の実現に尽力する方針が記されている。そして、最後には、慢性的な自衛隊の人員不足の現状についても危機感を示しており、その人材確保に向けた募集面、人員配置面、待遇面等の向上を図るべく、様々な施策で、これらの課題の解決に取り組むことを訴えている。こうした前提のもとで、作成の上、公表された令和6年2024年版防衛白書であるが、中でも、スタンドオフ防衛に関して、具体例として挙げられた国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について注目が集まっている。今回の令和6年2024年版防衛白書では、現在、三菱重工業者を中心に開発が進められている国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について、新たに最新の状態を表す写真が掲載されているためだ。そこには、開発元である三菱重工業者から提供された試作品であるとの説明文が付けられ、工場とおぼしき室内で、上部から、クレーン状のもので吊るされた状態である、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の姿が収められている。この写真の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、左斜め前方の少し髪型から、
同誘導弾の前景を映したもので、黒光りするミサイル本体の中央部に折りたたみ、式の2枚の主翼、後方に、X 字に、4枚の安定翼を備え、ブースターは未装着に見える。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のベースとなったのは、2012年度より、陸上自衛隊が調達を開始した人に意識地対艦誘導弾であるが、こちらは、装輪式の車両の荷台部分に、ミサイルの発射機を搭載する形式の地対艦ミサイルシステムである。この人に、意識地対艦誘導弾の地対艦ミサイルシステムとは、ミサイル発射機を搭載した車両以外に、探知・索敵用のレーダー、中継、指揮統制、射撃管制、弾薬運搬の各システムを担う複数の車両によって構成されている。人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、直径が約 35cm、全長が約 5.0m、重量が約 700kg、最大射程がおよそ 200km 弱と推定されているが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、これを大幅に大型化したものとなっている。むしろ、名称こそ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型と呼称されているので紛らわしいのだが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、ほとんど全てが新規に設計されたと召されており、実質的には別物とみなせるものだ。一見してわかるように、従来の人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、円筒形をした形状であったが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のそれは、ステルス性能を高めるべく、打角形にも見える、独特の形状へと変更されている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、こうしたステルス化に加えて、射程距離の大幅な延伸に伴い大型化されており、それに伴い、推進方式も、従来のターボジェット方式からターボファン方式に変更されると考えられている。ターボファン方式へと推進機構を改めた人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、まず、第一段階として、射程距離をおよそ 900km を目指し、第二段階では、これを、さらに、同 1500km 以上にする予定である。この大幅な射程距離の延伸によって、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現在の防衛省が唱えるスタンドオフ能力を有する兵装となる見込みで、これは、敵側の防空兵器の射程距離外からの運用を可能とすることを基としている。また、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースとなった人に、意識地対艦誘導弾の地発型、陸上発射型にプラスして、艦発型、艦艇搭載型、空発型、航空機搭載型へと運用するプラットフォームを拡張する計画となっている。令和3年、2021年度の事業評価の時点で、開発期間については、地発型、陸上発射型は、令和3、2021年度から、令和7年、2025年度、艦発型、艦艇搭載型令和4年、2022年度から、令和8年、2027年度、空発型、航空機搭載型が、令和4年、2022年度から、令和10年度、2028年とされていた。今回の令和6年、2024年、版防衛白書において、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型、陸上発射型の取得は、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルと合わせて、当初予定より1年早めた2025年度からと明記された。現行の人に意識地対艦誘導弾は前述したように、射程距離がおよそ 200km 弱と召されているため、これを対中国に向けて有効に運用するためには、南西諸島の島々に分散して配置する必要があり、その措置が取られている。しかし、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型であれば、第一段階のおよそ 900km と召される射程距離であっても、例えば沖縄本島に配備することで、南西諸島一帯をカバーすることが数値上は可能となり、運用効率の向上も期待される。また、仮に、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第二段階の配備まで進めば、それは、
九州本土に配備しても南西諸島方面をカバーすることが可能となり、飛翔速度が亜音速という点を除けば、飛躍的に防衛能力を向上させることとなるだろう。艦発型、艦艇搭載型や空発型、航空機搭載型になれば、プラットフォーム自体が容易に移動できることから、さらに、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のカバー可能な領域は増すことは間違いないだろう。ことに、プラットフォームの移動速度が、迅速な空発型、航空機搭載型が配備されれば、そのメリットは、最大まで活用可能とめされ、現状では、母機としては、F2 戦闘機が候補として挙げられている。F2 自体は、2035年からの退役が始まる予定ではあるが、それまでは、同機が担う空対艦攻撃任務の重要性は、ますます比重を高めると思われ、以後は、これから開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が、その任を引き継ぐ予定である。2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加図機艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛官と航空自衛官で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年、平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を、新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バローインファーネス、
クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習航海は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出航することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは、修理のためロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日にドックを出て、28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海地護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦破壊になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲級の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズにあった空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追話しても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは全く比べ物になりません。戦力にならないなら別の使い方を考えなければなりません。そこで最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、
母港ポーツマスへの帰路につきました。その途中、7月29日にはプリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して投稿が再びありました。映画トップガンマーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。